皆さんこんにちは、みつきです。今日はですね、俺たちチャンネルセカンドの方で、買い物動画、ポイントさんでの買い物動画がアップされてると思うんですけれども、そこでですね、買い物したものをちょっと詳しくご紹介していきたいと思います。いやー、ちょっとね、すいません、飲みながらさせていただいているので、まあまあちょっと滑舌とか気になったら、すいませんなんですけれども、だいぶね、だいぶこうルアーボックスに入れちゃったんですけど、まずですね、ちっちゃいものからいきますと、猫リグ用のフックなんですが、こちらですね、タリスマン、猫リグ用のフック1番タリスマン、こちらです。これが、こういった感じで、針金なんですよ。ここが針金なので、結構カスミとか暴走の結構強めの、足とかカバーとかでもまあまあ臆せず入れれるような、ネコリグ用の服、こちらの1番と、ネコリグ用のアノスタシンカーの 2.8g ですね、がどういうわけ、こういうねネジみたいになってるんですけど、頭がね、頭でっかちなんですよ。頭でっかち、まあ、感度がいいので、ちょっと重いのが欲しかったので、重めのものが欲しかったんですけど、頭がでかくて重いのっていうとこれしかなかったので、ちょっと初めて畑さんのおすすめもあって、これのアノスタシンカーの 2.8g を買いました。はい。次がもう、これはもう定番の、私がよく愛用してる、ザップのインチワッキーの 1.3g ですね。これはね、本当におすすめで、何にでも、これですね。ガードがついてる、ワイヤーのガードがついてるものになって、0.9、1.3、1.8 ってあるんですけど、私は 1.3 が好きなんですよ。フリックシェイクの 4.8 とか、ツーウェイとかよく、15ヘッドでやるんですけど、1.3 がね、一番ちょうどいいんですよ。ただ結構人気なのか売り切れのとこが多くて、今日たまたま1個だけ残ってたので速攻カゴに入れました。 1.3g ですね。はーい。と、まあこの辺、シンカーとかその辺は以上になりまして、あとプラグ類ですね。今回プラグ類を結構中心的に、買って、ジャックハンマーの、2分の1と、8分の3を両方買いました。エバーグリーンですね。初めて、ジャックハンマー買ったんですよ。チャッターって私あんまり投げたことなくて、はい、こっちが2分の1でこっちが8分の3ですね。ちょっとスモーキーっぽいオレンジとか入ってる色と、クリアレイクにも対応できる、ゴールド系の色ですね。はい。で、これの、具材として買ったのがこちらです。バスエネミースティック。バスエネミースティックの5インチのグリパンシャットゴールドかな？グリパンシャットゴールドかな？を購入しました。良くないですか？ちょっと一個セッティングしたんですけど、このね、このピロピロを私どう処理していいか、ちょっと未だに分かってないんですけど、これ切っていいのかな？切っていいのかな？ちょっとね、とりあえずそのままつけたんですけど、なんか良さそうじゃないですか？サイズもね、いい感じでぴったり収まってます。あとで、現地でこっちが2分の1の方でも、水深があるとか2分の1でやってみて、こっちもあとでバスエネミースティックつけようかなと思ってます。
ノリーズのスピナーベイトになるんですけど、これが2分の1オンスですね。2分の1オンスで、プラスダブルウィロー。ダブルウィローなので、よりこう、ゆっくり波動を強く巻いてこれるようなやつです。基本私こういう色がね、好きなんですよ。ちょっと青っぽい色。青で、ちょっとフラッシュ、青紫っぽい色かな?が好きなので、でダブルウィローの、スピナベって使ったことがなかったので、今回ね、スピナベの中でも結構いろいろ種類があるので、使い分けてみようかなと思って、ダブルウィローのノリーズのスピナベを選択しました。はい。で、もう一つスピナベ、つながりでいくと、ビーブルの2分の1オンス。はい。ビーブルはね、もともと8分の3をね、よく使ってたんですけど、2分の1買うの初めてで、で、ちょっと赤っぽい刺激色というか赤っぽい色を選択しました。で、こっちは、ウィローとコロラド1個ずつついているようなタイプになります。赤のスピナベって初めて買いました。はい。で、次が、ミブロのクランク。これね、ブルーバックチャートでクリアなんですよ。クリア。スナップはね、今ちょっと余ってたのをつけたんですけど。すごい、これフラットサイドでちょっと細めのね、クランクになってて、結構評判が良かったので気になって購入しました。はい。いやね、今日ね、結構ね、クランクを結構買って、名前がね、覚えられないんですが、これあとこれですね、田さんおすすめのテッケルの、クランクなんですけど、テッケルのクランク取れない。どのミノがひっついてきてる、どのミノがひっついてきてる。テッケルのクランク、なんかね、形がね、こういうなんかシュッってなってて、すごいかっこいいですね。で、このリップも四角、ちょっとなんだろう、スクエア型になってて、結構障害物とか暴走でも、良さそうだなって、こう回避してくれそうだなと思って、結構ね、なんか平べったいような形のクランクになります。でもね、いろいろ巻いてみようかなと思っています。あと、前々から、前々から気になってた、クランクのですね。これは、多分、皆さんね、知ってると思うんですけど、名作だと思うんですが、ワイルドハンチ。エバーグリーンの、ワイルドハンチです。こういうカラーをね、ちょっと透けてるけど、中にフラッシュが入ってるような、フラッシュ版が入ってる、ね、ようなカラーです。すごいいいカラー。いいね。なんかすっごいかっこいいですね。ワイルドハンチ。最近クランクに、ハマってですね、クランクの沼っていうの言葉があるぐらいね、みんなね、一回ハマると抜け出せないみたいなあると思うんですけど、ハマりつつあります。はい、次がですね、もう一個エバーグリーンですね、こちらベルカントっていう、クランクですね。だいたいレンジが、これか、レンジか、1メーターから1.4メーター。だいたいシャロー。まあ、シャローと言われる。カスミでも結構使いやすいレンジの感じじゃないかなと思うんですが、これはクラウンの、ちょっと透け感がある
カラーになってまして、これもねフラッシュ版が中に、スポーニングの時期は赤っていうのがなんかあるじゃないですか。だからちょっとね赤を、赤クラウンね、まあ定番の定番のカラーだと思うんですけど、こちらを選択しました。はい、あとなんだ買ったの、結構買ったつもりだったのにこんなもんで終わるのかな。こんなもんかね、あれ、あ、こんなもんか、あれ、私なんかもっと買ったと思ってた。はい、あ、違う、ワームだ、ワーム、ワーム類ですね。でプラグは今紹介したので、次ワーム類海なんですが、これもね、さっき紹介した、バスエネミースティックの5インチのクリパンシャットゴールドと、これはこの間動画でも紹介したボトムアップのブルースホックのダディです。ダディの霞スペシャル。これはもうね、私の推しアイテム。推し中の推しアイテムです。これおすすめです。カラーがね、霞スペシャルっていう。うん。スカスとちょっと薄めのオレンジっぽい茶色っぽいような感じのカラーになりますね。はい。あとは、こちらでございます。はい。猫リグ用のブレーバー。5.7 インチ。ブレーバーですね。これはもう、私は猫リグをするならブレーバーっていう、ブレーバーか、フリックシェイクの 5.8。まあ、どっちかを、今のところね、ヘビロテして使ってるんですが、フリックシェイク 5.8 はまだ在庫があったんで、こちらを在庫追加いたしました。で、カラーが、ミミッパノンっていうね、ミミッパノンっていう新しいカラーですね。新しいカラーと、これは前からあるカモフラシュリンプっていうカラー。これはね、こんなにいくらあってもいいですから。何本あってもいいですから、これは。本当に。はい。ということでね、今回ね、山口で、多分、ハトさんの方で見たらね、ざっくり紹介されてると思うんですけど、より詳しいものを紹介させていただきました。ちょっと短くなってしまったんですけれども、これで釣れたらいいなと、霞とか暴走でも釣れたらいいなと思います。頑張ります。はい、ということで最後まで購入品紹介でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあのー。